天心聖寺源流は、武術の流派の一つ。天心聖寺源流標法は、イーシノケジカが創始した神道流の道継ぎであり、十世、与え三左衛門長州が、創始した流派である。十世、与え三左衛門長州は、日立太田、佐竹氏一族文系の尾瀬氏とされる。関ヶ原の戦いの後、徳川時代となり太平の世となるも、 国境を接する日ごと薩摩は互いに剣術をはじめとする様々な武術を取り入れていた。重世与え三左衛門長州は、日ごに対抗するために、薩摩藩に召し抱えられたものと考えられ、瀬戸口氏の養子となっている。重世与え三左衛門長州は、その後解明し、瀬戸口備前の守る政元を名乗ることとなる。瀬戸口氏は、 大隅国愛良軍加茂合成八万若宮社の社家とされる。海祖、瀬戸口備前の守る政元が薩摩に渡り、定住したのが、英少年代の頃である。伝書においては、瀬戸口備前神が、殺衆大滝において、流儀の奥秘に開岸したことが伝えられている。伝書の多くは、天神聖寺拳流の名で残されており、 天神聖寺源流と記されたものは少なく、十世、与え三在門長州が天神聖寺源流から天神聖寺源流と名を変更したのは晩年の頃と推測される。瀬戸口備前神が成立させた流儀の思想と技術は、現十九代宗家の手元に伝承されている三巻の伝書、御事とかたち、刺し見、長書である。御事とたちには、 流儀の技術の全容が網羅されており、刺身には流儀の思想と標法が明記され、長所には戦士の教えが示されている。長所における戦士の教えが流儀すべての根本となる、ところから、本来、流祖となるべき瀬戸唇前神は快祖にして流儀名称の確定者となったゆえんである。天心聖人源流標法は、その不代継承において時代に応じた。 術理を擁立して、今日に至っており、流儀において行われる憲法、居合、体術等は、最古の遺産である、天魔刀、天神剣、天知人、恩陽五段の法形に始まり、瀬戸唇前神が制定したとされる、剣術組たちである十二個の太刀をはじめとする五十二の、法型を根本ンポンしている。また、戦場合戦時の野立ち標法、さらに創術、長巻 木立等の方型が伝承されている。流派内の伝承では、流派の名前を口にするだけでも門下に暗殺を、されるなど、存在を秘匿されていたとされ、そのため、天神聖次元流の存在が確認されたのは、明治期以降となっているとされている。以上の伝承について、綿谷由紀は、次元流の伝承を元にしたフィクションであろう、としている。天神聖寺元流の系譜でも、 薬丸寺建流第五代の薬丸剣喜びより分かれており、天心聖寺建流から直接分かれた流派ではなく、薬丸寺建流から分かれた流派と考えられる。実際に、天心聖寺源流の存在が確認されたのは、明治期以降のことである。安国神社における演部の様子古伝に、山にあっては流木を、川にあっては流れを、海にあっては、 徒党の波を敵となすとあるように、天地自然と、術理の融合を意図して、修行を行うことから、修練の場所を選ばない。天地人をもって、流儀の根本となし、技術、精神、肉体の完成を求める。憲法を、居合、体術を網羅する総合武道で、居合抜刀においては神速の抜きと納刀を実践。憲法においては、 和幸たちをもって一党両打入毛家間を尊ぶため一瞬の攻防にすべてがある。造歩大改定武芸流派大辞典、綿谷幸、山田正し編東京コピー出版部1978年この系譜ではなぜか次元流階層の統合獣医と薬丸金信との指定関係を記さず次元流と薬丸次元流が関係がないかのように記している。 鹿児島県市外説、川越正則氏文社、1958年。ありがとうございます。